こんばんは、ハレリア、シャロン。こんばんは、ハレリア。こんばんは、皆さんお元気でしょうか。12月19日、12月19日、夜の電動放送です、いよいよですね、あと何日、1、2、3、4、5、あと6日でクリスマスですね。ですから今週はですね、まあクリスマス週と言いましょうか、クリスマス週ですね、クリスマスを迎える1週間クリスマスを迎える1週間になります。 USS さんこんばんは。はい、今日のタイトルはですね、クリスマスの意味はということで、クリスマスの意味はということですね。エンジェルさんこんばんは。真理を学ぶ気、満々できました。アメン。素晴らしいです。そうです、そうです、エンジェルさん、真理を学ぶことが大事なんです。真理を学ぶことが大事なんです。学校で何学ぶんですか。学校ではですね、まあいろんな真理を学びますね。自然科学の真理を学びます。にゃおこさんこんばんは。しかし私たちは学校の勉強以上の勉強、学校の勉強以上の勉強を学びます。それは神様の知識、神様の教えを学ぶんです。それはとても大事なんですね。学校ではですね、聖書のことを教えないんですけど、もうそれはですね、とんでもないことなんですね。とんでもないこと、真理を教えてないんですよ、真理をね、真理を教えない教育、真理を教えない教育、おかしいですよね。教育というのは、イエス・キリストの教えを教えることです。教育というのは真理を教えることです。ルゴさんこんばんは。ですからチャースクールでは、イエス様の教えを教えます。それがですね、それが本当の教育なんです。皆さん、本当の教育。そしてですね、チャースクールは、まあ、小学校から高校までなんですけど、大学は天国大学ですね。皆さんは天国大学の学生ですよ、天国大学の学生です。天国大学でも、真理を学びます。皆さんは、天国大学で、真理を学んでいます。真理を学ぶことはとても素晴らしいことです。エンジェルさん、今日も心を清めに来ました。そうですね。私たちは、心を清くする必要があります。自分の力ではできません。イエス様の血によって、心が清くなります。心が清くないとですね、人生楽しくないんです。多くの人がイライラしたり、その苦しかったりするのは、心が清くないとですね、心はですね、苦しいのです。信仰を持って心がですね、清くなるとイライラしなくなってくる、苦しみがなくなってくる、いろんな汚れた思いがなくなってくると、天国の平安が来ます。天国の平安が来るんですね。ぜひ皆さん、もですね、天国の平安、天国の喜びを受け取ってください。天国の平安、天国の喜びを受け取ってほしいと思います。天国の平安、天国の喜び、そして清くなればなるほど、平安になります。清くなればなるほど喜びがきます。
清くなければ清くなれ、なればなるほどですね、その喜びが増し加わります。喜びが増し加わります。皆さんが、その苦しい人生ではなく、節子さん、こんばんは。お話聞きに来ました。ありがとうございます。私たちはですね、その、霊的成長が大事なんです。霊的成長、ガラテアのところにもありましたね。私たちは、あ、ラドインプスさんこんばんは。ラドインプスさんこんばんは。私たちは、平和を求めることと霊的成長を求めます。平和を求めることと霊的成長を求めます。吉尾さんこんばんは。皆さんは、この放送に来て学んでるならば霊的に成長してるんですよ。霊的に成長しています。去年の皆さんと今と大違いだと思いませんか。去年の皆さんと、今年は大違いだと思いませんか。霊的に成長していると思いませんか。皆さん霊的に成長している人手を挙げてください。去年と比べて今年1年間でもう霊的成長した、少しでもしたと思った人は手を挙げてください。霊的に成長したと思う人手を挙げてください。霊的成長したと思う人、はい、いますね。アメン、アメン。霊的成長している人がいます。画像グダグダですか。あ、本当、音も映像もグダグダ、おかしいな。そうですか。はい、アドリアーノさん、私たちが仏の墓にいたなら彼の遺骨があります。ムハンマドのそこにもあります。孔子もあまりにも、アラン・カデックも。しかしもしあなたがイエスの墓に行くなら、あなたは納めたものを見つけられません。彼が生まれたからです。蘇ったからです。父なる神が彼を育てたのです。はい、ニャオクさん、ルゴさん、手を挙げています。はい、皆さん霊的に成長することが素晴らしいことなんです。私たちはもう肉体的な成長はないかもしれません。肉体的な成長はないかもしれませんが、霊的成長はできるんです。霊的成長ができるんです。霊的成長をすることはとても大事です。ますます、霊的成長しましょう。節子さん、放送状態大丈夫ですよ。ありがとうございます。はい、放送状態 OK。 それではですね、クリスマスの意味、毎年やってます。毎年クリスマスの意味やってますが、まず、イエス様の誕生日だということは、もうこれはまあ当たり前ということで、イエス様の誕生日というのがクリスマスですね。では皆さん、さらに深く、さらに深く、皆さん、天国大学のテスト、天国大学のテスト、イエス様の誕生日であるクリスマスをお祝いする意味は何でしょうか。イエス様の誕生日である、クリスマスをお祝いする意味はどういう意味がありますか。スタート、スタート、スタート。あ、菊池さん久しぶりです。菊池さん久しぶりです。
イエス様に感謝する、それは間違いじゃないですね。神が降りた記念の日、なるほどなるほど、それは当たってますね。イエス様の誕生を祝う世界の日、そうです。でもなぜお祝いするのかということですね。なぜイエス様の誕生をお祝いするのかということです。神と共に生きる、ちょっと難しすぎる。私たちが救われたからピンポン、ありましたよ皆さん。私たちが救われたから、私たちが救われたからお祝いするんです。アメン。素晴らしい答えです。私たちが救われたんですね。イエスキリストによって救われたから、イエス様の誕生日をお祝いする。正解ですね。正解です。はい、ありがとうございました。ちょっと難しい。まあ少しずつ説明しましょうね。少しずつ説明しましょう。まずですね、イエス・キリストは、まあ、今から今年2017年ですけど、まあ、ちょっとズレがあるそうですね。ズレがあるそうですけど、まあ、およそ2017年前、ね、2017年前に生まれました。それが世界のカレンダーになっております。すごいですね。イエス様の一人の、ね、誕生日が世界のカレンダーになってる。すごいと思いませんかね。それではですね、ちょっと見えにくいね。まあ、ちょっと見えにくいかもしれませんが、これがね、イスラエルですね。イスラエルはですね、イスラエルおよそ四国ぐらいの四国ぐらいの大きさしかないんです。四国ぐらいね。でここは地中海ですね。地中海で、ここはですね、ダマスコ、まあ今のダマスカスですね。これシリアのダマスコがここです。これがガリラヤ湖、見えるかな、ガリラヤ湖で、これが死海ですね。死海っていうのは死の海ですね。死の海で、この死海のですね、一番北の横にエルサレムがあります。エルサレム、ここはエルサレムね。でここにですね、ちょっとこう高い山の、まあ、低い山脈がありますけど、その山脈のこのてっぺんのとこにエルサレムがあります。そしてこの10キロぐらい下、10キロぐらい南のところにですね、ベツレヘムがあるんですね。ベツレヘムで、このエルサレムの南10キロのところにあるベツレヘムでイエス様は生まれたんですね。ベツレヘムはパンの家だったかな。パンの家とかいう意味がありますね。そして、イエス様が育ったのはこのエルサレムから北にですね、
ガリラヤ湖がありますね。こうガリラヤ湖、ガリラヤ湖の、の南端のちょっと西側ですね。西側40キロぐらい、40キロない、20キロぐらい、20〜30キロぐらいね、にナザレ、ここにナザレというところがありますね。ナザレ、このナザレでイエス様がせ、まあ、成長します。ナザレで成長します。そして、まあ、これヨルダン川ですね。ヨルダン川で、でこのエルサレムでイエス様は十字架にかかります。エルサレムで十字架にかかります。つまりこのエルサレムの南10キロのところのベツレヘムでイエス様が生まれた。このベツレヘムがクリスマスの場所なんです。まあクリスマスの聖地と言ったらいいでしょうかね。で、このベツレヘムにクリスマスシーズンですね、まあ、たくさんの人が集まります。もちろんクリスチャンの人が集まるんですけど、このベツレヘムっていうのは、まあ、今イスラム教の町になっちゃってるんですよね。クリスチャンがいなくなってきて、イスラム教の町になっちゃってるんですけど、でもこのクリスマスシーズンにはたくさんのクリスチャンがベツレヘムに来るそうですね。そしてエルサレムでイエス様は十字架にかかります。この生まれたとこと死んだとこ、ね、イエス様が生まれたとこと死んだところは10キロの距離のとこなんですね。そして私は今年はですね、今年はエルサレムクリスマスと名付けました。まあ、これは他のとこでは全然言われてないんですけど、私だけが言ってるんですけど、エルサレムクリスマスですね。エルサレムクリスマス、つまり、トランプ大統領がエルサレム宣言をした時のクリスマス、トランプ大統領がエルサレム宣言をした時の今月ですからね。今月したんですから。ですから、今年のクリスマスはエルサレムクリスマス、エルサレムクリスマスですね。でちなみにですね、まあ、せっかく地図を開いたので、今ニュースで話題になっているパレスチナ自治のですね、ここにガザってあります。ガザ、これがここがガザですね。ガザ、ここからですね、いろいろミサイルが飛んでくるわけですね。ミサイルが飛んできます。ここがガザ、ここがテルアビブですね。テルアビブ。ですからトランプ大統領がこのテルアビブに世界の各国の大使館があります。この、世界各国の大使館の中のアメリカがテルアビブからエルサレムに大使館を移転すると宣言したんですね。テルアビブからエルサレムに大使館を移転すると宣言しました。その後フィリピンとチェコですね、フィリピンとチェコもテルアビブの大使館からエルサレムに移転すると表明しています。声明していますね。実際行動になるかどうかちょっと分かりませんけど、多分トランプさんは行動するんではないかなと思いますね。トランプさんはね。はい、そういうとこでしょうか。このイスラエルというところはですね、皆さん、イスラエルというところはヨーロッパと、こっちヨーロッパがですね、ヨーロッパとアフリカ、こっちアフリカね、アフリカとアジア、こっちアジア、そのヨーロッパ、アフリカ、アジアの、その、まあ、なんていうんですかね、結ばれてるとこにあるんですね。結ばれているところにあります。まあ、世界の中心と言えるでしょう。世界の中心です。皆さんよく覚えてください。イスラエルが世界の中心です。エルサレムが世界の中心です。だからエルサレム宣言はすごいんですね。聖書にですね、
エルサレムは神の都と書いてあるんですね。エルサレムは神の都と書いてありますから、エルサレムが世界の中心なんです。世界の中心です。そしてイエス様はエルサレムで十字架にかかったんです。私たちのために、私たちを救うために、イエス・キリストはエルサレムで十字架にかかったんです。だからエルサレム宣言が大事なんですね。それでエルサレム宣言が大事なんですよ。皆さん分かりますか？エルサレム宣言がなぜ大事か、皆さん分かったでしょうか？そしてなぜ、クリスマスの意味ということですが、イエス様がこの地上に来た理由は、私たちを救うためだということですね。救うためですけれども、しかし、十字架に、かかりました。十字架も私たちを救うため、私たちを救うための身代わりだということですね。十字架は私たちを救うための身代わりの死だということです。そしてですね、十字架は私たちを救う神の御業です。神の御業、私たちは十字架を通して、十字架を通して神の愛を知り、神の義を知るんです。私たちは十字架によって救われました。ですから十字架に感謝します。十字架に感謝します。私たちのために死んでくださったイエス様、その犠牲ですね、犠牲を心から感謝します。ですから、だからこそイエス様がこの地上に生まれたというのは十字架にかかるためです。十字架にかかるためだから、だからクリスマスをお祝いするんです。もしイエス様が来なければ十字架にかかれないわけでしょ。イエス様が来たから十字架にかかれたわけですから、クリスマスはまさに、十字架にかかるためなので、十字架に感謝するからこそ、十字架に感謝するからこそイエス様のこの地球に来てくれたことを感謝するわけですね。不思議おじさん、旧牧師こんばんは。質問があります。クリスマスは OK で、ハロウィン、お盆のお祭りやお正月を祝うことはダメな理由を教えてください。ハロウィンは悪魔のお祭りだからね。ハロウィンで、お盆は先祖崇拝だからダメでしょ。先祖崇拝、墓参りも先祖崇拝、お正月も、神社ですから、この偶像崇拝で、クリスマスは当然イエス様をお祝いするわけですから、これが大正解ですね。大正解。ハロウィンはキリスト教のお祭りじゃないですよ。ハロウィンはキリスト教ではありません。あれですね、ケルトのですね、ドゥル教、ちょっと忘れました、ドゥ教みたいな、そんなようなあれですね。はい、そういうわけでイエス・キリストを誇ることが本当の信仰です。イエス・キリストを誇り、十字架を誇ることが本当の信仰で、それ以外は偶像崇拝ですね。それ以外は、偶像崇拝です。ブドウ教ね、ありがとうございます。ニコ生のいいところはですね、教えてくれるという、忘れても教えてくれるというのはニコ生のいいところです。普通の、ラジオとかテレビでもスタッフが教えてくれるかもしれませんが、このニコ生はこうスタッフがいませんからね。ニコ生はスタッフいませんから、ネットで教えてもらう、双方向っていうのはいいですよね、とてもね。皆さんから教わるということで、ですから
クリスマスの意味はですね、十字架に感謝するということですね。そしてもう一つ意味があります。これは、まあ、私が強調していることですけど、イエス様がこの地上に来て十字架にかかったことを感謝しますと同時に、イエス様はもうすぐ再臨します。イエス様が来てくれて千年王国が始まります。イエス様が来られてクリスチャンは本当に救われるんです。そういう意味でクリスマスはイエス様を待ち望んで救いに預かることを、ね、願う日ということでもあります。クリスチャンじゃない人は救われませんよ。クリスチャンじゃない人は軽挙されません。ですから、クリスマスというのは、クリスチャンが、まあ、クリスチャンがお祝いできます。ノンクリスチャンの人はですね、本来はお祝いできないんです。だってそうでしょ、救われてないんですからね。救われてこそお祝いできるわけです。ですからノンクリスチャンがお祝いするのは、その雰囲気をお祝いしてるだけであって、むしろかえって救われてないということは地獄行っちゃうんですからね。地獄行くことをお祝いできませんから、ですからぜひぜひ、救われてほしいと思いますね。なんで救われないの？イエスキリストを信じて、イエスキリストを信じて救われるわけです。イエスキリストを信じ、あ、にゃこさんありがとうございます。イエスキリストを信じなければ罪が許されません。罪が許されてこそ天国に行けるんですね。ですからクリスマスというのは救われてこそのお祝いなんです。救われてこそのお祝い、救われてなければお祝いするというのは矛盾するんですね。真心さん久しぶりですね。真心さん、クリスマスに洗礼受けたい、あ、ぜひぜひ、受けてください。カリスマ派で受けてくださいね。カリスマ派で受けてくださいね。はい、それではですね、そういうわけで、クリスマスはですね、あれです、再臨も含めて喜んでほしいと思います。再臨も含めてですね、喜んでほしいと思います。それでは角部行きましょうね。角部、イエス様を信じて本当に心からイエス様の誕生をお祝いしたい。イエス様を信じて救われて、心からイエス様の誕生を感謝しお祝いしたい角部。クリスマス角部、エルサレムクリスマス角部、エルサレムクリスマス角部。最近なんかいい調子ですね。最近角部いい調子ですね。なかなかこれ難しいんですけどね、最近良くなってきましたね。はい、調子いいです。じゃあ明かしタイム行きましょう。イエス様を信じて本当にクリスマスをお祝いできるようになった証。イエス様を信じて心からイエス様の誕生をお祝いできるようになった証。イエス様を信じて、イエス様の再臨を待ち望むようになった証。スタート。
聖書を読むようになってから体調が超いい感じ。この放送で今年のクリスマスも家の中で過ごします。菊池さん、イエス様の再臨を待ち望みます。クリスマスは恋愛のためではなくイエス様のための日だと確信した。イエス様と天国でクリスマスパーティーをしたいと思った。以前はいつもクリぼっちだった。今はクリスマスに教会の仲間と楽しく過ごせます。私はイエス様の御名によって勝利させていただきます。クリスマスサイリン来るといいですね。クリスマスサイリン、なるほど。真心さん、私の好きな人、それは大好きなイエス様オンリーです。リア充は地獄に落ちるのでかわいそうです。イエス様が早く再臨することを祈ります。節子さん、去年のクリスマスはアトピーが治りました。クリスチャンになって日本の未来はウォーウォーウォー。クリスマスは祈りに捧げる日にしたいです。この放送とイエス様が生きがいです。この放送で今年こそはと喜びました。クリスマスは沖縄から祈ってます。エンジェルさん、聖書を読むようになってから素敵な出来事が増えてます。真心さん、韓国で芸能人が自殺したのがショックです。クリスマスには韓国の平和になる、よう祈ります。この放送を見ていると自分が勝ち組だと思いました。アメン。クリスマス放送ありますか？日曜日のですね、朝10時半からクリスマス礼拝しますよ。クリスマス礼拝ね。クリスマスはイエス様にいつも以上に感謝したいです。アメン。嫌なことがあってもこの放送を思い出すと笑顔になれます。今夜の放送でクリスマスの本当の意味が分かりました。この放送を見てイエス様にご奉仕したくなった。今まで神なんていないと思ってましたが、本当にいるんだと分かった。十字架の意味が分かった気がしました。すごい。
本当のリア充はイエス様を知ることだと分かりました。クリスマスの本当の意味が分かると店でクリスマスの賛美歌が流れていると感動します。そうですね、クリスマスの歌が、お店で、流れると感動します。ラドウィンプスさん、どんな時も落ち込まずって言葉が良いなと思いました。どんな時も落ち込まずっていう言葉が良いと思いました。アメン。あ、真心さん、どんな時も落ち込まず笑顔で言おうと思いました。アメン。そうです、そのためには信仰が必要です。そのためには信仰が必要です。信仰によって初めて心が強くなるんです。信仰によって心が初めて強くなるんですよ。皆さん、どんな時でも安定した心、どんな時でも良い心を持てるのは信仰以外にないのです。信仰以外にそういう強い心を持つことはできません。キューちゃんの胸元の十字架が輝いて見えました。キラ、伊勢神宮には神様はいないと感じました。神を信じたら適当な性格が変わった、真面目になったということですか。クリスマスはお金で買えない価値がある。クリスマスにはお金では買えない価値がある。クリスマスプレゼントはこの放送の油注ぎがいい。アメン。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。クリスマスはその2017年という西暦を作っています。そしてクリスマスは世界中でお祝いされています。人類に与えた一番影響を与えた、方はイエス・キリストです。イエス・キリストはもう本当に人類のあらゆる領域に影響を与えました。この方は一体誰でしょうか。この方は一体誰でしょうか。皆さんのために十字架で死んでくださったこの方は一体誰でしょうか。この方は神の子、救い主イエス・キリストです。この方はイスラエルの神であり、イスラエルのメシアです。真心さん、クリスマスは家族にイエス様の話をしようと思います。素晴らしい、素晴らしい。皆さん、2000年前にイエス様は来られましたけど、もうすぐ、もうすぐ、もうすぐイエス様がもう一度来られるんです。もう近いのです。もう、いつかは分かりませんが、10年後か20年後か30年後か、もう近いのです。皆さんですから、皆さん今度イエス様が来るときはですね、その締め切りなんですね。締め切り、人間が天国行くための締め切りが来るんです。ですからイエス様の再臨が近いということは、クリスチャンにとっては素晴らしいことですけど、信じてない人にとっては締め切りですから、ぜひ皆さん、もうすぐなんです。イエス・キリストはすぐに来ます。イエス・キリストはすぐに来ますから、イエス・キリストが来る前に悔い改めてイエス・キリストを信じて天国に行く準備をしましょう。天国に行く準備をするのです。もうイエス様はもうすぐに来ようとしているんです。イエス様はすぐに来ようとしているんです。ですから皆さん、
その前に救われて、その前に救われて天国に行くパスポートをもらいましょう。もう時間がないのです、もう時間がないのです。もう皆さん、クリスマスはそういう意味があると思います。クリスマス、それは2000年前のイエス様の誕生をお祝いすると同時に、もうすぐイエス様が来ることの、なんて言ったらいいでしょうかね、警告と言ったらいいでしょうか。もうすぐイエス様が来る。あ、ハガルさん、初輪は救いのため、再輪は裁きのため。そうですね、クリスマスはね、サイリンクリスマスという名前ちょっとつけましょうか。サイリンのためのクリスマス、サイリンのためのクリスマス、皆さん、サイリンクリスマスです。サイリンクリスマス、サイリンを考えるクリスマス、サイリンを待つクリスマス、イエス様のサイリンを待つクリスマス、皆さん、エルサレムクリスマスであり、サイリンクリスマスです。サイリンクリスマスです。今日の放送を聞いて、あ、クリスマスってそんなに深い意味があるんだ、クリスマスは私のためにイエス様が死ぬために来てくださった、十字架で死ぬために来てくださった、そして、もうすぐイエス様が来るんだ、もうすぐイエス様が来るんだ、罪を悔い改めてイエス様を信じて救われて、救われて再臨を待ち望もう、再臨を待ち望んで天国に行きたい、そう思う方はアメンと言ってください。アメン、アメン、アメンと言ってください。アメン、アメン。本当のクリスマスをお祝いしたい、本当のクリスマスをお祝いしたい。アメン、アメン、アメン。再臨のための、再臨のために準備したい人、アメン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 。天の父様、感謝します。クリスマス、それは天国の、気分です。天国気分、クリスマス気分は天国気分です。クリスマスを通して神の愛を感じます。神の愛を感じます。クリスマスの雰囲気、それは天国気分です。多くの人がクリスマスの気分を知って天国に行きたいと思うようになりますように。クリスマスの気分を味わって、ああ、天国はこういう気分なんだ、天国ってこんなに楽しい気分なんだ、温かい気分なんだということで、アーメンと言った方々がイエス・キリストを信じて救われますように、イエス・キリストを信じて救われますように、そして天国に行きたい、天国に行きたい、イエス様の弟子になってイエス様と契約をして、天国に行こうという決心がつきますように、アメンと言った方々が救われますように、救われますように、救われますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、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 アーメン。皆さん、一緒に天国に行きましょう。一緒にイエス・キリストを信じて一緒に天国に行きましょう。地獄に行ってはダメです。地獄はもう行ってはいけません。もうせっかくクリスマスで天国気分を知ったんですから、天国を気分を知ったんですから、一緒に、天国に行きましょう、天国に行きましょう。それじゃあ皆さん、また明日の朝7時にお会いしましょう。シャローム、おやすみなさい。シャローム、おやすみなさい。おやすみなさい。シャローム、シャローム。